最高。どのだけ見つめてる。どうもこんにちはです。私今神奈川県はここ大倉駐車場に来ております。今回の動画はなんとご来光。大倉といえば遠野岳。ただいま時刻は午前2時半です。今日の日の出が朝6時半なので、その日の出の撮影をしにナイトハイクしていこうと思います。ご覧の通り今日は防寒の装備万全の体制で日の出を迎えようと思います。それでは早速ね、行きましょうか。しゃ、それでは今回のボルコースをご紹介します。大倉駐車場から山頂までのピストンコースです。通称バカ尾根。その特徴は何といっても階段の多さ。片道 6.6 キロ、標高差 1200 メートルを駆け上るコースです。膝を痛めないように気をつけましょうね。はい、登山口まで来ました。 6.4 キロ、バカ尾根行きましょうか。最近はね、ここも整備されて歩きやすくなりましたね。はい、今日はね夜スタートということで、こんな感じの怖い動画になってしまうんで、できるだけ明るく楽しくお届けしようと思います。もう自分はね遠野岳をずっと見つめてますよ。遠野だけ見つめてる、登った日から今でもずっと。じゃあね、登ってる間に参考までに今日の自分の服装をご紹介しようと思います。今日は遠野岳の予報は最低気温がマイナス6度、風速10メートルぐらいかなでした。でまず上、ミレーのドライナミックメッシュ着ていて、その上にワークマンのあったかいインナー着てます。そして最初にあった通りのあのモコモコのアウターを着て登っています。でその他にフリースとライトダウンをザックの中に防寒着として持ってきています。でそして下なんですけども、ワークマンのあったかタイツ、その上にナイキの裏肝のジャージを着てます。でこれでは間違いなく山頂で耐えられないので、ワークマンのダウンパンツを今日は防寒具として持ってきてます。自分の中ではこれだけあれば夜の遠野岳は耐えられる感覚です。はい、一気に見晴らし茶屋まで登ってきました。おー、こんな感じで夜景もねこっから見えるんですね。綺麗。はい、じゃんじゃん行きましょう。はい、この見晴らし茶屋、ここを越えたとこの階段が第一の難関、きついとこなんですよね。でちなみに遠野岳ってたまに初心者向けの山って紹介されてるんですけども、例えば高尾山は登山口から山頂の標高差が400メートルぐらいあります。でもこの遠野岳はバカ尾根のルートは登山口から山頂まで1200メートルの標高差があります。約3倍。自分も最初はよく分からず選んだんですけども、膝がガクガクで帰ってきたのをよく覚えてます。もう初心者向けとか言ったやつ誰だよ、マジぶっ殺。ただいま不適切な発言がありましたことをお詫び申し上げます。申し訳ございません。先ほどはマジブックオフと申し上げました。大変失礼しました。はい、一本待つ。お、鈴が。シングルハイク、シングルハイク、鈴鳴らす。今日は楽しいナイトハイクの日。へっ！アホじゃん。はい、駒止めチャイ着きました。まだまだ、ガンガン行こうぜ。しゃあ。映像では分かりづらいんですけども、尾根に出ました。やっぱね、バカ尾根はこういう尾根歩きが気持ちいいですよね。お願いシンデレラ、夢は夢で終われない。はい、堀山の家到着。ここまで来たらもうあと、半分を切ってます。ゆう。はい、花とスタンスをつきました。山頂までもう一息です。
岳山頂着きました。ここから日の出を待とうと思います。日の出を待つ間に見えた夜景がこちら、平塚、茅ヶ崎、藤沢方面の夜景とカラフルな空の組み合わせは思わず息を呑んでしまうぐらい美しかったですね。はい、日の出前の山頂からの景色でございます。とんでもなく真っ赤な空になってます。今ね、右手に江ノ島が見えていて藤沢市街を眺めつつ、これ手前が大山ですね。はい、見えてまして、それから横浜方面の景色と、そしてさらに左手には都内の景色が広がるという、わあ、これは日の出が楽しみだ。日の出いかがでしたでしょうか。最高に綺麗でしたね。ただね、寒すぎて死ぬかと思いました。本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価を、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではバイバイ。